最初はこの型紙をハサミで切っていきます。で外側です。でこの丸い部分をカッターで切ります。くり抜きます。工作用紙を用意して、そこにさっき切った2つの紙をのりで貼ります。ってことね、型紙ってことです。ピラピラってこう、うんうん、木目に合わせた方が作業しやすいよね、当然ね。あとでカットするときに貼れたら、この型紙に合わせてハサミで切っていきます。はい、2つ揃いました。じゃあその次の作業は、はい、次の作業はこの点線の部分で折り目をつけていきます。のりしろのところも点線に沿って折ります。こちらも点線に沿って折り目をつけていきます。こっちものりしろの部分も折っていきます。じゃあのりしろの部分にのりをつけて折ります。あ、トレーシングペーパーだと分かる。だってマンテープで。この出ているところをテープで。これで、はい、できました。内側に入るところが。内側から見せて。はい、あ、うん、本体の方は、のりしろの部分を貼っていきます。あ、ここ外側の部分はまず最初に丸いさっきくり抜いたところに合わせてレンズをつけます。この時はテープで貼ります。のりしろの部分、今回は中に入れてしまうと厚さが、中の厚さが変わってしまうので、外でテープで貼っていきたいと思います。下見て、うんうん、で、最後こっちの外側ができたので、さっきの内側のをはめていきます。トレーシングペーパーの方を中にこう入れる感じ、ね、にして、ここがギリギリなので、内側の方が1ミリ小さいんだよね。そうです、1ミリ小さいので入ると思うので、押してください。それで焦点を合わせてピント合わせればいいですかね、はい、ここを動かして、なるほど、どんな風に見えるかを、もうちょっとまとげないと、なんか汚い雑巾とか、なんか、はい、こんな感じで、こんな感じで、はい、外が、ピントが、少しこう動かしてもらっていい？はい、外の景色がこんな風に見えますみたいな。見えます。はい。はい。これピント合ってる状態なんだけど。